味川発電所は、かつて、大阪市福島区の第1丁目4丁目に存在した、石炭火力発電所である。発電所出力は、最大で3万4000キロワット。大阪電灯が建設した、味川西発電所と、味川東発電所を前身とする。前者は1910年、後者は1914年に運転を開始。 1923年の大阪電灯解体に、伴い西発電所は大阪市電気局、東発電所は大道電力へと分割継承された。後に、双方とも日本発送電へ出資され、大阪市が更新した設備のみ、関西電力へと継承されて1964年まで運転された。1889年に開業した大阪市の 電力会社大阪電灯では、その電源として、西道頓堀や中野島に火力発電所を建設していたが、明治の末期になると設備が老朽化し、形式も多種多様であったため多額の経費を要する状態となった。このため市内に散在する旧式発電所を整理し、折からの需要増加に対応する大容量発電所を建設するという計画が立てられた。 この新発電所建設にあたり、はじめ市外の詐欺室長が候補地とされたが、石炭運搬や用水の利便性を考慮して、市内安治川上通り2丁目が選ばれた。こうして建設されたのが安治川西発電所である。発電所の規模は3 0 0 0ット発電機5機体制とされ、1908年6月に発電所新設許可、工事試行認可を申請し、 翌1909年4月許認可を得て着工、1910年8月にまず1.2号発電機が運転を開始する。その後、同年10月3号機、翌1911年6月4.5号機がそれぞれ運転を開始して竣工した。続いて同一敷地内に5000キロワット発電機4機からなる味川東発電所の建設が計画された。 立案後に宇治川開発を手掛ける宇治川電機との間で電力購入契約が締結されたため実際には規模が当初計画の半分5 0 0 0ットに期体性に縮小されている1913年3月に着工翌1914年4月に竣工した1916年になり宇治川電機や阪神電気鉄道に対する各1万 キロワットの電力供給が決定したため、大阪電灯では、味川東発電所に12,500キロワット発電機2機を増設する計画をまとめ、同年6月に当局の許認可を得た。増設分のうち1機を、春日ガで第一発電所へ振り向けたため1台のみの増設工事を進めるが、第一次世界大戦の影響で、国外メーカーに発注した主要機器が到着しなくなり、 工事が停滞した。送電技術の関係からやむなく、資金を二重投下して、国内メーカーより機器を調達し、1917年11月に増設工事を完成させるが、試運転の段階から機器の稼働状態は不完全であった。それでも、送電技術が過ぎているため、1918年3月から使用を開始したが、 燃焼が不十分で予定の倍以上の石炭を消費する上に故障が頻発した。このように需要急増の最中に発電力増強が地帯したため電力不足が発生するに至り、これまで故障なく稼働していた西発電所についても保守不十分となって故障が頻発するようになった。その後1 9二十年十一月に東発電所の改良工事が進行して、 稼働状況は正常化された。また、1921年2月より西発電所でも、微粉炭燃焼装置を設置するなどの改良工事が、施行され、旧来よりも良好な成績となった。新発電所の模型、1923年10月1日、大阪伝統の供給事業のうち大阪市内並びに、東成郡西成郡の部分が、大阪市に買収され、 市営電気供給事業に内包された。市営化に際し、発電所の買収範囲について、会社として議論があったが、結局市は、味川西発電所のみを、大阪電灯から継承した。こうして、大阪市に引き継がれた味川西発電所は、大阪市営、味川発電所として、もともと市が持っていた九条第一、第二発電所と共に運転された。 市営供給事業では、電源は購入電力が中心であったが、高価な購入電力を効率よく利用するため、3つの市営発電所は、当期の需要ピーク時に負荷を受け持つ、戦闘負荷発電所として運用された。市営火事、安治川発電所は旧式化して、石炭消費量が多く、不経済なものとなっていたが、当期には全力を挙げて運転されたという。 1926年度に市営化後の最大値となる年間498万6 2 1 0ット時の発電を行ったが翌年度から急に稼働が少なくなり1929年度に年間17万6 6 2 0ット時を発電したのを最後に稼働実績がなくなった1931年になり市は旧発電機5台を新鋭の大型発電機1台に 置き換える計画を立て、当局に申請したが、当時の定止省は火力統制の方針をとっておりしばらく許可せず、4年後の1935年11月になって許可を与えた。1936年7月に施行許可が降りたが、急発電所の取り壊しに手間取り、実際の着工は1937年春に連れ込んだ。 一年八ヶ月後の1938年12月に新発電所は運転を開始し、翌1939年5月に予備のボイラー一缶も完成して竣工した。安治川発電所は大阪市内の北西寄りにあり、市街地の風上になりやすいという立地のため、新発電所では環境対策がいくつか盛り込まれた。具体的には、 コットレル式電気集人機を設置する良好な燃焼状況を保つボイラー設計を採用するカフカによる黒煙発生を防止するためボイラーの出力に余裕を持たせるなどが挙げられる。大道電力時代の味川発電所1923年10月に大阪電灯の事業の一部が大阪市に買収された際、買収範囲から外れた堺市など大阪府中部における 供給事業は、大道電力に継承された。発電所についても、市が買収しなかった、安治川東、春日ガで第一、春日ガで第二の三発電所を、大道電力が買収している。うちア川東発電所は、大道電力、安治川発電所として運転が継続された。大道電力、安治川発電所では、市営安治川発電所とは異なり大きな改造は、 なされていない。低新小電気局の資料によると、1925年度の稼働実績は、計499時間、総発電量2 7 6万9 4 6 5ット時、1936年度の稼働実績は、計985時間、総発電量1 1 0 1 1 2 0 0ット時であった。百三十八年八月、 電力国家管理実施に伴い大道電力は日本発送電への設備出資命令を受命する。対象設備には味川発電所も含まれており、翌1939年4月1日付の日本発送電設立とともに同社へ引き継がれた。一方、大阪市へ味川発電所については当時工事中であったので1941年11月に、 なって、出資命令が出され、1942年4月1日付で、移管された。日本初送電への継承時、発電所認可出力は、旧大道電力発電処分が1万8 0 0 0ット旧市営発電処分が1万6 0 0 0ットであった。また継承時、全社は改めて、 安治川東発電所として運転されたが、3年後の市営発電所継承時に東西を統合し、安治川発電所として一体化された。したがって、日本初送電安治川発電所の認可出力は3万4 0 0 0ットとなった。しかし1945年3月、全社の設備は比較的有給であるとして、太平洋戦争下の設備教室のため廃止となり、 タービン発電機2機ボイラー14貫は日本系金属へ、ボイラー8貫は四日市の第二海軍燃料省へと移設された。戦後1951年5月1日に電気事業再編成が実施され、アジガー発電所は認可出力16000キロワットで関西電力へと引き継がれた。関西電力の時代になると大容量、 高性能の新火力発電所が続々と建設されるようになり、15万6千キロワット発電機が相次いで、春九1963年には、姫時代に発電所に25万キロワット発電機が出現する。その反面、関西電力発足当初から運転された旧式発電所の廃止が相次ぎ、百六十四年四月一日、味川発電所も、 木津川、堺、天ヶ崎東の3発電所と共に廃止された。大阪電灯が設置した、安治川西発電所設備の概要は、以下の通り。大阪市営時代の1938年12月に更新された安治川発電所設備の概要は、以下の通り東発電所の内部大阪電灯が設置した安治川東発電所設備のうち1914年建設分の、 概要は以下の通り。大阪電灯が設置した安治川東発電所設備のうち1917年増設分の概要は以下の通り。当時の定新省は電力統制の一環として事業者個別の火力発電所建設に変えて複数事業者が参加する共同火力発電所の設置を推奨していた。この方針を受けて1931年7月に 電力会社4社の共同出資で、関西共同火力発電が発足、同社により、出力30万キロワット規模の天が崎第1発電所、天が崎第2発電所が順次建設されている。ありがとうございます。